ヒゲを生やした、ベリクレスのヘルマ。名には、ベリクレス、クサンティッポスの子、アテナイ人とある。クレシラスの作品のローマ時代の複製。バチカン美術館クレシラス作と思われる、ベッレトリのアテーナーのローマ時代の複製。ルーブル美術館クレシラスは、古代ギリシアの彫刻家。クレタ島のキュドニアの出身。紀元前5世紀の人で、ペロポネソス戦争の時には、 ミュロンの理想主義的な肖像の追随者としてアテナイで活動した。アテナイでクレシラスが制作したものにストラテゴスの象徴として頭にコリントス式の兜をかを被ったペリクレス像がある。その基部はアテネのアクロポリスから見つかった。パウサニアスがそこで見たブロンズ像であることは疑いない。バチカン美術館や大英博物館が所有していた。 ベルリン旧博物館などにある一連のペリクレスの胸像は、それから派生しているものと思われる。クレシラスは同時に、エフェソスのアルテミス神殿の競技大会のために、負傷した男たちと品種のアマゾンも作った。その作品を複製したと思われる彫刻が多数あって、その一つ、クレシラスの負傷したアマゾン像は、バチカン美術館にある。 クレシラスはアテーナー像のベッレトリのアテーナータイプの創始者であることも確認されている。クレシラスは作った威厳あるペリクレスをその称号にふさわしい姿に彫刻美術として誠に素晴らしいものでこれまでの著名人の中に名詞を付け加えた大英博物館ありがとうございます。